とことんになり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も、怨念クエストソロ攻略、行きたいと思います。装備なんだけども、遠距離系で、今日もやっていきたいと思いますよ。ワンダリングタクト、こっちか、これ。鉄鋼アサルトライフル。どっちか悩むんだけども、こっちの方が一発一発のダメージがでかい。1.5 倍、1.6 倍ぐらいダメージがあんのよ。し、鉄鋼アサルトライフルの弾よりも、でかいのよ。なので、当たりやすいのかなと思う。し、このね、エモートの素早さアップ、ちょっと使いにくいんだよね。ということで、こっちで、行きます。はい。今日行く場所が、ここだね。極、大蛇の腹は憎しみに染まる。です。早速、行ってみましょう。あ、はい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 。ここはちょっと苦い思い出があるよ。ここはね、王者のブローで、ワンパンされた思い出があるね。でも、寄らなきゃいいんだから。ブルームーンとかも、マインドトラベル、別に寄らなきゃ、全然余裕だから。はい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 。オッケー。バスかけていくぜー。これ広いからいいね。広いから、いつの間にかダメージを与えれてるっていう感じになるんで。超戦いやすい。ここはいいね。弾は結構追尾してくれるんでいいんだよね。おいおい、安心感がある。遠くから技打ってもまあ避けれるから、近距離で行くより全然安定しそうな気がするよ。あ、食べ物俺全然回復してきてないや。まあまあまあ、なんかあるでしょ。しびれるナンバー。おい、危ねえよ。でもこういう感じで全然いける。当たってる。結構ドキドキしながら前戦ってたからね。それがなくなった。あ、ブルームーンが来てるよ。マインドトラベルするから要注意。でも遠くにいれば全然怖くない。全然怖くないよ。あ、痛い。フィニッシュスティング来ちゃったよ。ちょっと待って、ここ避けれねえや。なんか安全地帯みたいなとこ探したりしたいよね。はいはいはい。おお、もう瀕死になってるじゃん、一人。いいね。よし、芸能人学徒の能力も維持しやすいね。まあまあ、それ敵によるんだろうけどね。遠距離攻撃してくるやつが多めだったらば断然。おお、びっくりした。あ、3番人ね。なんかと思ったよ。やめてくれー。ちょっと待って、回復する。はい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 。あ、ちょっとラスト T9。 あ、じゃあノーマル T9 か、これは。はいはい、もう終わりだよ。お前はもう終わりだ。千秋先輩も終わりだね。よし、 OK。 ヤッホー、いいね。もう前みたいな王者のブローをね、食らってワンパンみたいなのが。うわ、いった。あ、千秋先輩ちょっと気をつけないといかん。結構飛んでくるんで注意だけども、大丈夫でしょう。はいはいはい。 HP やっぱそこそこ高い。え、当たったんかい。 OK。 ああ、ここはちょっとなんか消されてる。
はい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 、ちょっと避けさしてね。おお、いいよ、豆が出た。ムチムチムチとか効かない。でも溶けた時がちょっと怖いから、そろそろ逃げろ、そろそろ逃げとけ。おお、多分今攻撃力が2倍になった。今多分いったね。よし、ちょっと待って、バフをかけていくから、ちょっと待てー。はいはい、よし、バイパーには近づかないよ。お前はちょっと苦い思い出があるから近づかない、絶対近づかない。はいはいはい若干卑怯な感じもするけどね、若干卑怯な感じするけど、でも全然それで十分よ、全然倒せるならいい、安心できる。よし、終わりだ、バイパー終わったあー、ちょっと待って、アイテム欲しいけど、あ、いらないね、あれぐらいは。よし、はい、残り2人、千秋先輩倒せばもうあと何とでもなるな。ブルームーンは全然余裕だわ。マインドトラベル全然当たらないよ、当たらない当たらない、そんなの。 OKOK、 千秋先輩やろう。うん、先に倒しとったがいいね。ハイパービートとかなんかすっげえダメージ食らったからよろしくない。よっしゃ、あとブルームーンだけ。ブルームーンはもう全然余裕。うん、あ、ちょっと待って、バフかけとこ。 OK、あとはもうただ打ち合うだけで勝てそうだね。マインドトラベル、なんだそれは、当たらないよ。アイシュクルウィンド、危ねえ。アイシュクルウィンドはちょっと注意か。まあダメージは少ないだろうけどね、大丈夫大丈夫、打ち合え打ち合え。マインドトラベル効かないぞ、そんなもん全然効かない。もう終わりだ、回復アイテム回復してこずに全然大丈夫だったね。マインドトラベル、よっしゃー、終わりだ。余裕、余裕すぎ。うん、ブルームーンがね、なんか敵のねいっぱいいる中にいるとマジでめんどくさかったんだけども、遠距離だったら余裕だわ、超余裕です。遠距離系いいね、気持ちいい。はい、ということでまた出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。